I mean, yes, I know this, but no. I've seen the anime, but you know. アリスを救えなかったこと悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。 許さん。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さん。膝をつけ、首を差し出せ。標準せよ。 その愚かさ、身をもって知るがいいわ。 So much wrong with my controller. Like half of it is just gone. Yes, I know that. You can do this. You can pay to guard. Yes. よもや剣が2本ともに金属ではないとはね。<笑>こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。 ここで決着をつける。<音声><音声>
I completely forgot to do one thing. That's check if it has a streamer mode. Because, you know, music. ここはどこだ?なんだこの服?俺こんなの持ってたか?それに肌触りがなんだか?もしかして コマンド! ログアウト! ダメか 俺のこの服装 おそらくここは仮想世界だ とはいえ ウィンドウは開かなかった ログアウトの方法もわからない 何より ここはどの仮想世界なんだ 目に見えるものは 現実世界のものと大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。 この音は… …今のは…なんだ? この感じ…どうしてだろう? 懐かしさに胸の奥がうずく 俺にはあんな子供時代はなかったはずなのに これは記憶? あの音を追っていけば 何かわかるだろうか? Yes! Yes! I know! Yes! Awesome! Yeah!
let's do this. Let's feel like we are in the game. Super arts cannot be. Oh, this is so bad. Let's just not. No. No, there is no camera stutter. この巨木は 誰? え? 君は 誰? どこから来たの? キリト ちょっと道に迷ってしまって 道に迷った? そうなんだ僕はユージをよろしく、キリト君。ああ、よろしく。森の南から来たってことは、ザッカリアから来たのかい? いや、そうじゃないんだ。それが俺も自分がどこから来たかわからないんだ。気づいたら森の中に倒れてて。え?どこから来たかわからないって今まで住んでいた町とかも?ああ、覚えていない。わかるのは名前だけで。驚いたな。ベクタの迷子か。話には聞いていたけど、 本当に見るのは初めてだよ。ベクタの迷子?ある日突然いなくなったり、森や野原に突然現れたり、そういう人をベクタの迷子って呼ぶんだよ。闇の神ベクタがいたずらで人間をさらって、記憶を抜いて遠くの土地に放り出すんだ。へえ、じゃあ俺もそうなのかもしれないな。 Convenient. それでどうにも困っているんで、一度ここを出たいんだ。この森は深いからね。道を知らなきゃ迷って。いや、その、ログ、なんだって?今、なんて言ったんだい?ごめん、土地の言い回しが出ちゃったみたいだ。テストプレイヤーか NPCじゃないのか? さっきの反応からすると、おそらく彼は言葉を選ばないとな。どこかの村か町で泊まれる場所を見つけたいっていう意味な。ああ、僕の村はこのすぐ北だけど、旅人なんて全く来ないから。でも地上を話せば教会のシスターアザリアが助けてくれるかもしれないな。あ、そうか。よかった。それじゃあ 俺は村に行ってみるよ。ここから北へ向かえばいいのか?ちょっと待って。村には衛士がいるから、僕が一緒に行って事情を話さない。それは助かるな。
ああ、でもすぐには無理かな。まだ仕事？うん。これからお昼休みなんだけど、仕事が終わるまで待ってくれれば一緒に教会まで。わかった。それじゃあ待っているよ。いいんだよ。あ、じゃあキリト君も。あ、パン？キリト君だってお腹空いてるんじゃ。いや、でも。いいんだ。あげておいてこういうのもなんだけど、僕あんまり好きじゃないんだ。ああ、じゃあありがたくいただくよ。そうだと。それとキリトでいい。そう？じゃあ僕もユージオって呼んで。ん？いや、長持ちするしか取り柄のないパンなんだけど、まあ。のキリト、まさかステイシアの窓を見るのまで。あ、ステイシアの窓。まあ、やはりここは仮想世界で、ユージは。まだ天命はたっぷりあるから。天命という数値は。じゃあいただきます。ずっと昔はね。 Hello? 昼休みにお弁当を持ってきてくれる人がいたんだけどね。はい。今はもう。バッ。その人はどうしたんだ。幼馴染だったんだ。11の夏に村に聖号騎士がやってきて、王都に連れて行かれちゃったんだ。聖号騎士、王都、ある種の秩序維持者とはこの世界の都のことだろうか。僕のせいなんだ。Thanks. 安息日に2人で北の洞窟を探検しに出かけて、帰り道を間違えて果ての山脈を向こう側に抜けちゃったんだ。知ってるだろ、禁忌目録には、闇の国には決して足を踏み入れることならずって書いてある。僕は洞窟から出なかったんだけど、彼女はつまずいて外の地面に手のひらをついてしまったんだ。でもたったそれだけのことで、聖号騎士が村にやってきて、みんなの前で彼女を鎖で縛り上げた。助けようとしたんだ、騎士に斧で打ちかかろうと。でも手も足も動かなかった。僕は黙って見ていただけで。その子がどうなったのか知っているのか。聖号騎士は審問の後処刑するって言ってた。でもね、キリト、僕は彼女が生きているって信じているよ。アリスは王都のどこかで必ず生きている。アリス、なんでだ。またありえないはず。それに何よりも驚くべきは、彼は単純な NPC ではない。豊かな表情や自然そのものの受け答えは本物の人間としか思えない。探しに行ってみたらどうなんだ。あ、その王都に。あのね、キリト、このルーリットの村はノーランガルス北帝国のさらに北の端にあるんだよ。ここから南の端にある王都までは早馬を使っても1週間。それに天職を放り出すのは禁忌目録違反だし。禁忌目録ってのはこの世界の法律や規則みたいなものなのか。だが幼馴染のアリスの生死以上に天職を。そういえばユージオの仕事、天職っていうのは何なの。僕のはこれさ。これでこの木を切り倒すんだ。この木の名前は神聖語でギガスシダーって言うんだ。でも村の人たちは
そう呼ばれる理由は、この木が周りの土地からテラリアの恵みを見、村の人々は森を開いて麦畑を広げたい。そこで友情がギガスシダを切り、うん、刻み手って言うんだ。な、七代目だって。そうだよ、悪魔の木と呼ばれているだけあって、普通の鉄の斧じゃ一発で刃こぼれしちゃうから。このとはいえ、ここまで刻むまで300年。僕、そうだ、いいものを見せてあげるよ。23万2000。これが、ああ、木を刻むたびに天命でも、夜の間にこいつは一日がかりで刻んだ。つまり自分で天命を回復。うん、だから僕が毎日斧を振るっても1年で減らせる天命は600程度なんだ。うえ、だからユーシオの代じゃ終わらないのか。仕方ないよ、相手はただの木じゃない、巨人の多すぎなんだから。ギガスシダ、巨人の、つまり日本語以外、英語やその他の言語を神聖語という括りに入れているのか。それじゃ僕は仕事に戻るよ。あのさ、ユージオ、俺にも手伝わせてくれないか。え、ほら、パンも半分をもらっちゃったしさ。うん、まあ天職を誰かに手伝ってもらっ、それじゃあお願いしようかな。やってみなきゃわからないだろ。これで終わりだよ。午前と合わせて1日2000回。キリトも筋がいいよ。最後の方は随分いい場所に斧。いや、でも友情が一人でやればもっと早く終わって。気にしないで。この木は僕が一生かかった。さ、村へ行こうか、キリト。それじゃ。ああ。ボーン。ボボボボボボ。プランチ。Wrong button。ねえ、それじゃ。そういえば、なんで村に衛士がいるんだ？主に獣とかだよ。たまに村の近くまで来ることがあるからね。あとは当然、闇の軍勢から村を守るため。闇の軍勢？ほら、見えるだろう？あれが果ての山脈。あの向こうにソルスの光も届かない闇の国があるんだ。闇の国にはゴブリンやオークみたいな呪われた亜人や、もちろん
山脈を守る聖号騎士が侵入を防いでいるけど、ごく稀に地下の洞窟を抜けて忍び込んでくる奴がいるらしい。というか、キリトはそんな当たり前のことまで忘れちゃ…ああ、なんとなく聞いたこともあるような気がするんだけどな。そっか、早く記憶…それじゃ…さあキリト、教会に着いたよ。中でシスターアザリアに一…ユージオ…セルカ…セルカ…彼女は教会に住み込みで神聖術の勉強をしているシスター見習いだよ。その人は？彼の名前はキリト。ベクタの迷子らしくて、しばらく教会に泊めてやってほしいんだ。ベクタの迷子…わかった。シスターアザリアに話してみる。セルカは、アリスも教会で神聖術の勉強をしていたんだ。あ、そうだったのか。よ、シスターアザリアや村人たちは、はじめこそ俺に歌ベクタの迷子であることを伝えると拍子抜けするほど、あ、そして友情やセルカ、村人と交流する中、この村には NPC など一人もいない。全員が友情と同じくリアルな感情だが、そんなことはありえない。ここは仮想世界なんだ。彼らは人間でもなく NPC でもない。で、王とこの世界の中心にあるというその都王都を目指し、現実世界と連絡を取る手段を探す。ユージオはまだ来ないか。そういえばこの世界でまだ時計を見て、ああ、なるほど。おはようキリト。なるほどって？おはようユージオ。いや、その、そうだよ、ソルスの光のもとにっていう賛美歌を12節に分けて鳴らしているんだ。なるほどな。つまりこの世界にはと…それなら子供の頃に絵本で読んだよ。ずっと昔、王都の真ん中にはそういう…でも人々がそればっかり見て仕事をおろそかにしたから、神様が…以来、いつ鳴るかわからない鐘だけが…へえ。ところで…本当にキリトは何もかも忘れちゃった。誰も鳴らしていないよ。あれはこの村にたった一つある神器だからね。ああ、でも今は神器はあれ一つって。そうだキリト、今から天職はいいのか。俺は今日ユージを手伝うつ…え、今日は安息日だよキリト。そうなのか。あ、ならわざわざ合流させて悪…いや、特にないから気にしないで。アリスがいなくなった…あ、わ、悪い。いいんだ。それでね、キリト、今日は村中…あ、そりゃ助かる。あのね、
のね。今の声は行ってみよう。うん。どうしたんだ。英氏が獣にやられたんだ。獣？ああ、村の周囲を見回っていたんだが、最近は獣の被害なんてなかったから。とりあえずあんたは治療してもらってくれ。村の警護は村長と相談して代わりを立て。ああ悪い。傷もそこまで深くないし。それでこの後はどうす。ああさっきも言ったように英氏の代わりとなるものを。あとは近くに凶暴な獣がいる。討伐隊を結成するんですね。ああだがまずは数やどんな獣なのかの確認だ。お前たちも参加してくれるか。もちろん参加します。ユージもだろ。僕は。はい。それでは向こうにみんなを集めるように言ってやる。細かい説明はそちらでしよう。もしかしてさてだ。ユージは大丈夫か。ごめん。戦うために剣を握るなんて初めてのことで。キリト、君は大丈夫なのかい。わからないけど、村を守るためにはやるしかない。うん、そうだね。それに頼まれた仕事はあくまでも偵察だろ。剣を使うかどうかはまだわからないさ。そうだね。戦いになるってわけじゃないもんね。よし、僕も頑張ってみるよ。獣に襲われた英氏の容体はどうです。しばらく安静にすべきだが、命に別状はない。そのことなんですが、英氏は確か村の北側だとそう言って。わかりました。ではそのあたりで獣を探してみます。あれ？キリト！行くぞ！うん。
did it. Fully did it. なんとか無事に帰ってこれたな。キリト、お疲れ様。ああ。一つ聞いてもいいか。なんだい？神聖術にはその人を村の人たちは知らないだろうけど、行為の神聖術には天命そのものを増やすものもある。天命を増や。例えば人の天命は。赤ん坊から子供、大人へと育つに従って大体25歳くらいで最大になる。その後はゆっくり減っていって70か80で亡くなるんだ。この年齢ごとの最大値を増やす方法が存在することが。でもその術は氷協会の偉いし、まあどっちにしろ一度ステイシアの身元に召されたら生き返。今ここで俺が死んでも協会やどこかで復活しねば、おそらく現実世界で目覚めるだろう。そうなるとやはり王都に向かい世界を管理する。遊女、この村には竜骨の斧よりも強い斧はないのか。斧はないけど剣ならあるよ。ほら朝に人気の話をしたろ。獣騒ぎのせいで見せられなかったけど。ああそうだった、今度こそ見せてくれないか。それじゃあ剣を取ってくるから先にギガシダーのところで待ってて。うん。I know for sure that if I fall, I will be, deaded. Should be fine from here. Thanks!王都へたどり着くには遊女の協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。遊女、
彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。さ、見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。遊女はこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。竜は死んでいたんだな。骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか？一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい？なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ？ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今分かっているのはこの青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。友情、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを？禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか？いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろ。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。キリト大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。悪いな。それじゃあちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス、何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステーシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID とこっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1。1しかないシステムコントロール権限は
神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45オブジェクト。オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえどうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって、少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったのね。なあ、セルカ。私？ええ、別に構わないわよ。その、聞きたいのはセルカのお姉さんのことなんだ。私にはお姉さんなんていないわ。今はだろ、ユージオに聞いたんだ、君にアリスっていうお姉さんがいたこと。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？どこまで？アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや、6年前聖護騎士に連れて行かれたってこと。そう、ユージを忘れたわけじゃなかったんだ、アリス姉様のこと。え？村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス姉様の話をしようとしないの。まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。だからユージオも姉様のことを忘れちゃったのかもって。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探しに行きたいくらいに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのはやっぱりアリス姉様のせいなのね。ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも笑っていたわ。でも姉様がいなくなってからは笑顔を見てない気がする。確かにユージオの物腰は静かだが、俺の前で笑ったことは一度や二度ではない。彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、その理由はおそらく罪悪感だろう。やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち、6年の長きにわたって深く苦悩し傷つき続けてきた。ねえ、何を考えているの？いや、ちょっと思っただけさ。ユージオはきっと君の言う通り今でもアリスのことが何より大切なんだろうなって。そうなのね、やっぱり。セルカはユージオのことが好きなんだ。な、そんなんじゃないわよ。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、いなくなった姉様と私を比べて。だから私家を出て教会に入ったの。なのにシスターザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになったのにと思ってる。ユージオはそんな人じゃないけど私のことを避けてる。私を見ると姉様を思い出すから。でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱したりして。いや、あ、その泣きたい時は泣いた方がいいと思うよ。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのはずいぶん久しぶり。へえ、すごいなセルカは。俺なんてこの年になっても人前で泣きまくりだ。あれ、キリト、記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、そんな感じがするっていうか。
ともかく自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね、私自分からも姉様からもずっと目を背けようとしてたのかもしれない。あら、もうこんな時間なのね。キリトの聞きたいことって結局何だったの？いや、十分分かったよ。そうねえ、キリト。なんだ？キリトは聖豪騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか、その理由も聞いたの？え、ああ、なんで？私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、ユージオも教えてくれなくて。確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇の国の土に手を触れてしまったからって聞いたけど。そう、果ての山脈を。大丈夫か、セルカ？ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。ううん、気にしないで。それじゃあ私は行くわ。ああ、またな。ダメッキリト。キリト。なあ、村長さん、何ですか？セルカを見なかったか？セルカ？さっきまで話をしていましたが、その後はどこに行ったのか。家にいないんですか？教会にも村の中にもセルカの姿が見当たらないのでね。え？シスターアザリアもセルカの行方はわからないと。きっと何か急な用事があったのでは？すぐに帰ってきますよ。だといいのだな。ともかく他を当たってみる。俺も探してみますよ。教会の人間でセルカと最後に話したのは俺かもしれませんし。感謝する。すまないがよろしく頼むぞ。セルカが行きそうな場所か。友情なら付き合いも古いし、何か知っているかもしれないな。I wonder where. 友情。キリト、どうしたんだい？実は。そんな、セルカがいなくなったって。ユージオ、セルカが行きそうな場所に心当たりはないか？行きそうなって言われても。俺、セルカと少しだけアリスの話をしたんだよ。だからアリスとの思い出の場所かもしれないと思って。あ、ユージオ、アリスが聖豪騎士に連れて行かれた理由をなぜセルカに教えなかったんだ？そういえば昔聞かれたことがあったね。なぜ？ Because she would go after her。 はっきりした理由があったわけじゃないんだけど、不安だったのかもしれないね。セルカがアリスの後を追いかけてしまいそうで。それだ。え？俺、セルカに教えちゃったんだ、アリスが闇の国の土に触れた話を。セルカはきっと果ての山脈に行ったんだ。それはまずいよ。村の人に気づかれる前に早く追いかけて連れ戻さないと。いや、今すぐ追いかけても間に合うかどうか。もしかしたらもう洞窟に着いているかもしれない。念のために聞いておきたいんだけど、もしセルカが闇の国に入ったら、その場ですぐ聖豪騎士に捕まってしまうのか？いや、聖豪騎士は多分翌日にやってくると思う。6年前はそうだった。そうか。じゃあ最悪の場合でもまだセルカを助けるチャンスはあるわけだ。何を考えてるのさ、キリト。単純な話さ。今日中にセルカを連れて村から出れば、聖豪騎士から逃げ延びることができるかもしれない。なことできるわけないよ。天職だってあるし。別にユージオに一緒に来てくれとは言ってないぜ。俺がセルカを連れて逃げるよ。
俺が口を滑らせたのが原因なんだからな。その責任は取る。ダメだよ、無理だよキリト。セルカにだって天職があるんだよ。たとえ騎士が来ると分かっても君と一緒に行くはずがない。それにそもそもセルカが闇の国に足を踏み入れるなんて重大な禁忌を犯すなんてありえないことだ。でもアリスにはできた。アリスは特別な存在だった。彼女は村の誰とも違っていた。僕とも、もちろんセルカとも。ともかく今はセルカの元へ急ごうキリト。なあ、とはいえ最近は獣の動きがおかしいんだろう。念のため今朝支給された武器を持っていこう。うん、わかった。よし、それだけ揃えたらすぐに出よう。行くよ。わかった。I know all this, or at least a lot. Dagger, mace, no. I mean, oh god. Yes! I know this one as well. I want points in there. Accuracy. Vier Bolta. This will be put him there. 行こうか。任せろ。おーい。おーい。No. Can't use my sword yet. Right. Yeah, that it. Ooh. I know one person that loves this. I'm a monk! Proficiency.
I don't remember who has this armor. But I like it being blow. But eh. Weapon names are designed based on appearance. You may not own the weapon names. I sell sacred art details. I don't have any. Aight. I wanna fight. Yo. Get. Run! No, run! Whoop! Ore dashinara kateru. Class. Ba-dum, ba-dum, ba-dum.